せっかくなんでね、この機会だから、まあ私の年末の予定、そうですね、多分おそらくある程度こう、まあ仕事をしたりとかですね、まああと最近なんでしょうね、冷蔵庫、うん、冷蔵庫ね、全然掃除しないんですよね。だからかなり冷凍庫とか特にね、まあ皆さんもそうだと思うんですけれどもね、意外とこうね、もう私の冷蔵庫の話どうでもいいですね。姫、早く姫、もう冷蔵庫の話じゃまあ持たないよ姫。姫、誰に向かって手開けてんの？姫、そこ壁だよね、多分。誰に？姫、迷う。ビッカビカしてて顔が一向に見えないけど、こっからだと。これは姫、待って、よく見たら馬だった。前のやつ馬なのに、なんか、あら、あ、姫、あら、こんなところにいたの。もう遅いですよ、本当に。 ありがとう、馬ちゃま。皆さんお待たせしすぎですよ。どうも、姫です。もう、てんやわんやです。っていうか、何これ。そうなの、これすごいでしょ。すごい、光る馬車、今日のために用意したのよ。前までのカゴに比べるとすごいんだけど、馬までいるんだから。この後どうすんのよ。この後ぐるっと回るしかないじゃん。スタジオまで行くのよ、この急いで。この馬見えてんのかい。これはメガネを取っていたわ。そうよね。これだとつけられない。そうよ、何が起こってんのかさっぱりだわ、私も。そうですね、まあとりあえずまや姫、ええ、まずはお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。はい、ということでございまして、はいはい、今回はね、先週お伝えした通り、まーやちゃんの誕生日スペシャルでございます。やってくれるんですね。はい、もちろんでございます。今回はね、まーやちゃんのリクエストに沿って衣装もお姫様風、そして私、ね、執事風にさせていただきました。ね、すごい、もうなんかいつものスタジオじゃないみたいですね。いや、でもいつものスタジオですよ、見てください。本当ですか。小汚い、ええ、マグカップがいつものスタジオで小汚いマグカップって言っちゃダメよ。毛のついてるマグカップじゃない、ね、あれは。続いて何叶えましょうかね。うん、はい、次はどれ行きたいですか。誰行けば、あ、あれ行きましょう。これ行きますか。スーパーのやつ、これスーパーのやつ行きますか。スーパーのやつ行きましょう。これはスーパーお姫様になりたいのよ。そうなの、これさ、これ超ウルトラスーパーお姫様になりたいの。なりたいの、私なりたいんですか。そう、まだ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 足りないからっていうことで。今まだ姫としては半人前だから、半人前だから、半人前なんだ、もっと成長したいなってこと。どこまでが半人前でどこまでが一人前なのかちょっとよく分かんないですけども。だからこれね、羊ヒロさんにね、うん、協力してほしいなって思ってるのよ。なるほど、これ誕生日の日にやらなくてもよかったんじゃないですか。本当よね、他にやることなかったの。そうね、うん、確かにね。まあまあまあ、分かりました。ええ、かしこまりました。うん、パンパンって叩くけど。何が始まるの。何が始まるの。はい、来たわ、はい、何おおもものに来たわ。辻や何してるの。辻やがパソコンしゃべれや。こちらパソコンになります。そうね、パソコンなのはすごくわかるわ。辻や、多分パソコンはさすがにわかるぞ。いくら私がガラパゴスであっても、はい、ガラパゴス執事であっても。パソコンはわかるわよね、はい、これでどうするの。ということでございまして、改めて企画説明いたします。お祝いと称しておりますが、マーヤ姫に随時こんな時どう返答したらいいのか問う説問が出てまいります。はい、その説問に対し私が、超ウルトラスーパーな回答を考え、マーヤ姫を超ウルトラスーパーお姫様に育てます。そして最終的に視聴者の皆さんにジャッジしてもらいます。あ、これあれね、
あれです。こないだのあれね。こないだのあれです。だからそういうことなの。超ウルトラスーパーお姫様って。そういうことです。恐ろしいわ。そういうことです。だからなんでこれを今日やってるのか僕は疑問に思ってますが、やります。やるのね。よろしくお願いします。やりましょう。さあ、じゃあどんどんストーリー進めていくぞ。はあ、今日も楽しいパーティーだ。あら、いろんな人たちがいるな。私のことが好きだって？え？でも隣の国の王子だし。ああ、こんな時どうしたらいいの？なるほどね、隣の国の王子か。まあ、あの言い方だとやっぱりこうちょっと好きかどうかわからないよね。好きかもしれないし、でもちょっと苦手かなって思うかもしれないし。オッケー、わかりました。そっか、隣の国か。隣の国って言っても結構遠いですよね。私、遠距離とか無理なんです。電話だけじゃなくて、本当はずっとそばにいてもらいたいんだけど、でも王子ですもんね。無理ですもんね。させん。これだな。やっぱ最後にさせんってちょっと軽さを出してね、相手があれ脈なしかな、これあこれ無理かもしれないなってやっぱ思わせた方がいいかもしれないね。もっといい人いると思うんだよ。まだ早いと思う。うん、多分今現段階だとちょっと早いね。だこれ別にね、あの乙女芸でも何でもないしね。うん、そう考えるとまだ早いね。させん。はい、よし、これでいこう。ポチッとな。あー、そっか、隣の国か。隣の国って言っても結構遠いですよね。私遠距離とか無理なんです。あの、ずっとそばにいてほしいんですけど、無理ですよね、サハさん。いい、これはいいよ。あのね、思っていたよりもいい。あ、ごめんごめん、これすげえ楽しいな。何これ、あんなアドリブまでしてくれるの。ちょっと面白いね、これね。あ、そうですか、思っていた以上の。あ、いいよ、これはいいよ。よし、じゃあまだまだ話進めていこう。下のあれ、下のあれ出してた。よし、サクサク進めていくぞ。はあ、今日もいい天気ね。ああ、執事が入れてくれる紅茶は美味しいのよ。あれが入ってるやつね。あれが入ってるやつ。あ、うわ、熱い。はあ、執事が紅茶をこぼしちゃった。ああ、こんな時どうしたらいいの。あれ、この姫アドリブがすげえな。いや、ま、そしてさらにですね、今回はある方からマーヤ姫にお誕生日のメッセージ届いております。誰かしら。はい、わかりませんか。はい、はい、それではじゃあ早速ね、こちらの方ご覧ください。どうぞご覧ください。うちらまーやちゃん、お誕生日おめでとうございます。覚えてますか。あの、セカンドストリートの達也とゆきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何でもおめでとうございます。声優というわさびでセカンドストリートの名前をね、はい、まさか出していただいてるとは思わず、ね、もうあの時からね、私たちもあの 出させていただいて、ね、ね、マヤさんと、下野さんにね、本当にたくさんよくしていただきましたけれども、うん、楽しかったですね、もうあの時はね。下野さんもありがとうございました。あの時ありがとうございます。ありがとうございます。来年1年、ますますのご活躍を、心より、応援しておりますので、また、下野さんも、まやちゃんもよかったら新宿2丁目に一緒に遊びに行きましょう。よろしくお願いします。
最後に、セカンドストリートから、うん、あの誕生日のお歌をプレゼントいたします。せーの、バースデーバースデーマーヤのバースデーバースデーバースデーマーヤのバースデーバースデーバースデーマーヤのバースデー、グイグイしてはい、ということでございまして、セカンドストリートの2人からコメントいただきました。こんなご縁がつながって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。グイ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 。いや、ほんとね、あの状況が状況だから、なかなかね、こう行けないけど、ね、そうですね、行きたいのよ。行きたい、行きたいの。その思いはいっぱい。私も行きたい。行きたい。あら、ひろこ出てる。グイ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 行きたい。さあ、ということでございまして、グイ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 じゃないのよ。さあ、今日はね、マーヤ姫のバースデースペシャルということでございまして、うんうん、そして、ね、最後にこれが残ってますね。残ってるわね、はい、こちらの方参りましょうか。行きましょう。決闘が見たいのよ。そうなの、そうなの。やっぱり、うん、私たちの遊びといえば、うん、決闘を見ること。血生臭いやつよ。そんなこと言ってましたっけ。そう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 、あれ先週そんなこと言ってました。男たちが戦ってるとやっぱ私たちも楽しくなっちゃうわけ、うん、あ、本当ですか。そう、いつも見てる。見てる。週4ぐらい、週4ぐらいで見てる。だから今日、あ、そうなんですね。今日はこの城の中で何かしてくれないかなって思って、うん、お願いしたいのよね。わかりましたと言いたいところなんですけれどもね、この願いどうもあの私の力だけではどうすることもできないんですよ。あら、いや本当はね、姫のために何とかしてあげたいなっていう思いはすごくあるんです。でも私の力は及ばず、いやーどうしたらいいんだろうなこれ。いやー困った、私だけではどうにもできない。どうしたらいいんだ。ん、何、おお、帽子が、帽子が落ちちゃう。ダッスン、え、何何、ダッスン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 。YouTube で見られるのはここまでです。本編を全部見たい方はここをタップしてくださいね。 ABEMA プレミアムなら僕たちの限定トークも声優と YOASOBI 全シリーズも全部見れちゃいます。みんな一緒に YOASOBI しようぜ。